皆様こんにちは、プロボウラーの小林よしみです。今日も前回に引き続き、はい、アーサーさんにご出演いただきます、はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、前回最後にお伝えをさせていただきました、うん、フィニッシュの際に体がちょっとこう上がってしまう、はい、うん、っていう癖かな俺結構、うん、それでも上がってしまう時っていうのは何かをしようとした時、あのね、多分曲げようとしてる、ボールを曲げようとしてこう意識的にこうなっちゃってると思う、ということは、うん、ちょっと引っ掛け、そう、引っ掛け上げてるんだろうと思うの、自分では意識してないんだけど、はい、うん、確かにこう何回か投げ方先、あの前回とかも収録させていただいて、うん、ちょっとやっぱ体が若干上がってるなっていうのは気になっていたので、はいはいはい、今日はちょっとそこを重点的に、はい、お願いします、はい、練習させていただきたいと思います。はい、で、まあ、今ちょっと普通に投げていただいたと思うんですけれども、はい、体がやっぱりちょっと最後に伸び上がるんですよね、上に。なんかね、意識はしてないんだけど、やっぱり最後こうなっちゃうんですよね。上がりますよね、うん、でもこう上がっているということは、前回お伝えしたお尻を残すっていうところからつながってくるんですけど、はい、仮にお尻が残っていたら、はい、体ってそれ以上上に行きにくいんですよね。あ、そっか、はい、残ってりゃ絶対行かないよね、はい、アーサーさんの場合はこの腰から上が上にこういうふうに上がるので、はい、お尻をそのまま残す、フィニッシュの時までお尻を残していると体っていうのが、うん、はい、上がらなくなるんですよね、はいはい、ちょっと体のこの中心の軸をそのまま意識していただいて、お尻残して振る、はい、ってなると体が上に上がりにくいので、こういうことか、はい、そう、そうですね、今まではこうなってたんだね、はい、ちょっと、あ、やっぱりそう、明らかに上がってるもんね、腰が上がってますよね、屈伸をこうする状態になるので、はいはいはい、で、やっぱ最後に体が上がるってなると、この目線がどうしても上に上がってしまうので、うん、コントロールの部分でもどっちかというとマイナスの余裕にばらけるよね絶対、はい、なるので、はい、でプラス回転を多分与えたくて、はい、上に上げてるっていうことなので、でこのお尻を残すことによって、今までは先に上半身が先行していたので、はいはい、多分その曲げようとした時に、うん、ボールの離す位置っていうのがもう体の前になっちゃうんですよ ね、 この辺だったね、うん、でそうなるとどうしても引っ掛けるしかなくて上に上がりがちになるので、曲げるにはもうこうするしかなかったから、はい、こういう癖がついちゃったんだ、はい、なのでお尻を残してあげて上半身が上がらないようにするプラス親指を一番最初前にお伝えした下に、はい、はいはい、向けて離してあげる、こうだこうだ、はい、あ、そっか、これ腰が本当に入ってれば絶対上がらないね、はい、まあ、このまんまの体勢だよね、離せるようになるので、はい、ちょっとここの2点を意識して、はい、分かりました、一気にいろいろやると訳が分からなくなると思うので、うん、とりあえず腰を、はい、残したまま、残したまんまのフィニッシュをやってみます、はい、もうフィニッシュまで忘れないように、はいはい、とにかく腰が乗っかったまんまフィニッシュ、はい、左のお尻がこう突き出るというか、もう筋肉痛になるような感じの感覚になると思うんですね、こいつがね、はい、はい、わかりました、ちょっとやってみます、はい、乗っかってたよね、乗っかってます、はいはいはい、やっぱりそうすると上下運動が最後なくなりますね、はい、あのちゃんと最後まで景色が見えてる、一緒で、うんうん、フィニッシュ投げ終わった後のボールの行方もちゃんと分かるし、どこに自分がミスったのかもすごくよく分かる、うんうんうん、はい、やっぱりこの頭が動くってなると再現性に関してはもうかなりデメリットな部分なので、回転とかそれを置いたとしても、置いておいたとしても、うん、この頭がずっと動かないっていうのはもう
再現性にとってはもうかなり重要なポイントになるので、これはマストなんだね。マストですね、はい、はい、そのためには頭を気にするのではなくて、はい、この下半身、お尻から下を意識するっていうのが大事なので、はいはい、すげえ大事だこれ。もう一回じゃあ意識していってみます、はい、おいい感じ。ああ、すっごい余裕が生まれる。で、フィニッシュもすごく取りやすい。で、多分アフラさんの中ではお尻を意識しただけなんですけど、はい、今までみたいに体が突っ込んでいってしまうと、どうしてもボールが後ろ、手の後ろ、あ、手の後ろじゃない、ボールの後ろに手が来にくくなるんですよね、うん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 、どうしてもこう肩が突っ込みがちなので、はいはいはい、で今みたいにお尻が残ってるとボールの後ろに手がしっかり来て押し出すことができるので、勝手にこう入ってるね、はい、そうすると体の中心からボールも出やすくなるし、ボールも押し出すことができるの でこうなると今度回転も次かけやすくなってくるんですね。そうか、はい、いいことずくめだね。そうするとね、と、はい、これ直すだけで、はい、お尻の方からこう近いところから出るようになるし、はい、今までこうなったのがやっぱり近いところで後ろボールの後ろから押せるようになるし、はい、フィニッシュもぴったり止まるし、はい、コントロールも良くなるし、お尻が残ってるかどうかだけで全然変わります。はい、こんなに違うんだね。めちゃめちゃこれすごく大事ですね。もう一回いきます。はい、なんかフィニッシュがかっこよくなったような気、はい、自分でするんだけど、やっぱりフワーンってなっちゃうと、うん、今までよりも変わりますよね、はい、なの で手も振る方向も今まではこう上に引っ掛け上げて上にと思ってたと思うんですけど、それをだんだん前に、あ、そうだね、 こう低いから前に行くようになるんだね、はい、行きます。で結構視聴者の皆さんもそうなんですけど、手を上に上げようとする方が多いんですけど、うんうんうん、あの意外に手は上げるものじゃなくて上がるものです。はあ、離したら遠心力でこのあれは、じゃあ、 あのよく、まあ、女子プロの方はよく見るんだけど、もうこれぐらいまだ あれはもう余韻でいってるの、まあ、余韻ですね、まあ、ちょっと引っ掛けるタイプの方は割とこう上に上がりやすいことは上がりやすいんですけど、うんうん、はい、もう勝手に上がるもので、このあえてこうここまで持っていく意識は全く持たない方がいい。野球も一緒ですよね、はい、前に向かって投げるけど、その後遠心力で手が下がるだけなので、そうだね、はい、その後はあんまり投げないといけないですか、うん、下に意識してここに行こうとは思わない、ね、はい、ボーリングも一緒で、まあ、顔の前くらいまで手が上がれば全然もうそれで OK、 OK です。こう上までこうやって上げなくても行く必要はないんだね、はい、なので無理に上げないこと、はいはい、前に向かって手をこう伸ばすような意識をすると、はいはい、体が上に上がるっていうのがだいぶ減ってくるので、はいはい、あ、そうかそうか、じゃあもうこれとにかく最後まで残せば、はい、もうあとは勝手に全てがうまくいく感じだね、はいはい、横から見て今までは、はい、まあ、突っ込んでたので、はい、その離す位置ってなんか前になりがちですけど、今はしっかり横の部分で手が離せるので、 ここだね、はい、そうすると前に押し出すこの長さというのが長くなるんですね、この時間が、はい、で その後手が上がるので顔の前くらいまで、はい、今までだとこの部分でここだったね、はい、上げようとするので手がでこうなってた上に上がりがちなんですね。あ、そうか、なのでちょっとこの円の部分を今まではこういうふうに上に上げてた部分をこう、はい、こっちにずらした感じだね、はい、下にこう持ってきて、あ、そうかそうか、はい、押し出してあげる場所がこの体の横、はい、ここだ、こ、はい、今まではこう突っ込んでたんでここでこう上げるしかなかったのが、はい、ここで投げれるようになれば、はい、体のこの横で離してあげて、ここ、ね、はいはい、ってなると今度手を上にこう上げる必要がなくなるので、そうだね、そうすると体が上に起き上がらなくなるので、はいはいはい、ここ結構きついね、きついです、これやると筋肉痛にお尻が、はいはい、でもしっかりできてる証拠ですね、はい、そうなれば、はいはい、皆様いかがだったでしょうか。マサさんやってみて、いやー、 すごいね、なんか大事なことをまた教わったなっていう、今までやっぱり突っ込みすぎてて前でさばいてたのが、ちゃんとこのフィニッシュでお尻が残ることによってここ
お尻筋肉痛になりますが、これが大事だっていうのはすごく分かりました。はい、はい、このお尻が痛くなるかどうかが結構痛いです。はい、でもちゃんとやってる証拠なんだね、それが。そうですね、はい、はい、でまあ、この少しの違いですけど、ボールが離れる位置が横に来るか前に来るかでだいぶ変わってきますので、はいはい、あの上半身が最後にフィニッシュで上がりがちな方、まあ、その手の振る方向の意識もそうなんですけれども、はいはい、こうやってお尻が残ってるかどうかでも全然この振り方っていうのが変わってくるので、どうしても上半身が上がってしまうっていう方はぜひこのお尻を残すっていうことを意識していただいて、うんうん、はいはい、プラス手を出す方向を変えてみる、無理やり上に上げないっていうのを意識していただけたらと思います。はいはい、すごくいいレッスンでした。ありがとうございます。ちょっと今回いろいろお伝えさせていただいたので、はいはい、ちょっと練習に一つ一つ取り入れていただいて、うん、はいはい、一個ずつ丁寧にやっていきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、またあの次なる機会がありましたらぜひよろしくお願いします。はい、また近々よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。視聴者の皆さんも最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回をぜひ楽しみにしていてください。浅さん、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。